三手倉山城、または三手倉山斎は、相模国鎌倉郡小賀町、現在の神奈川県藤沢市藤ヶ丘にあった日本の城、相模国鎌倉郡にあった玉縄城の市場。玉縄城の市場は、三手倉山のほか長尾城に伝じ、高屋があった。三手倉山の名称は、憲法年間に官王院を解散した、同居立志がこの山の上に三手倉を見たからとされる。 永禄元年頃に、ご法上氏の史上である玉縄城の史上として、築かれた。城主は、大谷君義。永 A612 年の法上氏康の時、武田信玄が、小田原攻めで、城主の大谷君義は、小田原城にいたので、三手倉山城は、武田勢に奪われてしまった。元気2年、三手倉山城の付近を支配していたため、武田信玄が、成城工事に、藤沢二百官、 またの百貫の土地を寄進した。その後、北条宇治政によって、三手倉山城は奪還され、大谷君義も三手倉山城に復帰した。天正18年、豊臣秀吉の小田原攻めが起こると、大谷君義は、武蔵国青木城主、田兵衛、巣を守るとともに、上野国西巻城に籠もったが、徳川家康騎下の松平修理大部、高広兄弟に攻め滅ぼされた。 三手倉山城もこれ以降に廃城となったと考えられている。江戸時代には三手倉山は江戸幕府のお囃子となり一丁六端部、松の木230本、藤沢町民に一年に A64 分で支度下草刈りが許可されていた。現地は住宅地、集合住宅地となっているが、周知の埋蔵文化財放送地として三手倉山遺跡を構成しており、 明確な城郭関連遺構は見つかっていないが、2005年から2006年の発掘調査では、室町時代から戦国時代頃のものと思われる掘った手柱建物跡が見つかり、2019年3月の大宮寺調査では、溝状遺構や陶器片などの中世の遺構、遺物が出土した。ありがとうございます。